今回はその仮想のお客様を会社側が用意して、そのお客様にどういった信託投資のプランを提案するかという内容でした。そのために知識が必要ですので、事前動画の視聴であったり、いわゆるバランスシートみたいな、その財務対照表の読み方の講座みたいなものもありましたね。で、そういったものが行われた後に、じゃあ実際にグループワークを行うということで、社員の1名の方が仮想のお客さん役になって、で、ヒアリングの機会が何回か与えられるので、そのヒアリングで情報を引き出して、その情報にマッチしたものを提案していく。そういった内容の趣旨のグループワークでした。そうすると、結構時間はしっかり設けて、インプットの時間があるということは、まあ2年生の時に参加して、まだその投資に関しての知識とか、金融に関しての知識っていうのが、私もそうだったんですけど、2年生の知識って本当に知識としてないじゃないですか。そこでもなんとかなるっていうワークにはなってくるんですか？そうですね。やっぱりどうしてもわからないところはあるんですけれども、まあそのために事前視聴動画であったり、講座っていったものを開いてくださいますので、まあその知識を使えば、まあ12分まではいかなくとも8割は戦えると思います。